きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、2023年の総括と来年の課題、今日ジャイアンツというところで、はい、うん、4位です。はい、71勝70敗、貯金1、同一監督で2年連続 B クラスは史上初です。史上初っていうのかね。だって巨人がまず B クラスになることが、うん、多分もう全体の何パー、3パーとか2パーとかじゃない。そうですね、うん、まあだって代名詞が上昇軍団ですからね。うん、そうそうそう、っていう中でね、はい、まあ最後もね、うん、争ってたけども、はい、ね、結局は 3.5 ゲーム差だから結構引き離されたよな、うん、そうですね、 DeNA にね、うん、まあ、その中でチーム打率は2割5分2厘でダントツ1位だからね、はい、でチーム打点511も2位、ホームラン164本はダントツ1位よ、うん、阪神と80本ちゃうねんで。80も違うんですか。阪神84本だから。はい、あ、そうなんだ。それなのによ、はい、で安打数1218は1位、うん、OPS710 もダントツ1位、うん、得点圏打率その代わり2割4分2厘でいきなり4位に落ちます。おお、そうなんだ。はい、で、得点523は3位、うん、はい、ホームラン80本多いのに、うんうん、得点阪神より30点少ないんで。ソロが多いんですか。いや、だからそれだけ得点圏打率が低いってことは単打で点取ってないんで。ああ、そういうことか。一発で取ってるだけであって、うん、そのタイムリーとかつながりでとか繋がってないのか、点を取ってないんだよ、はい、で、フォアボール403は3位、うん、で盗塁48個はワースト2位、うん、でその中で盗塁成功率6割2分3厘は4位、はい、だから数も少ないけど成功率もあるよね、うん、でバント成功率8割3分も4位、はい、だからバントもそう上手くないよね、うん、でエラー54は一番少ない、はい、代打成功率2割1分は4位、うん、で、まあ、でも打つのはね、破壊力はすごいよね、はい、正直ね、かなり、うん、でも、うん、投手編防御率 3.40 はワースト2位、わ、先発防御率 3.14 は3位、うん、でもリリーフ防御率 3.83、うん、ダントツ最下位、ワースト1位、阪神とリリーフ防御率 1.5 違うから。1.5 ってだいぶ違う。だいぶですね。うん、基本塁打129はワースト2位、うん、まあ、打つけど打たれもするっていうね、うん、まあ、ドームが狭いからね、はい、で与えたフォアボール386はワースト2位、うん、だフォアボール与えすぎだね、はい、でデッドボールが62もワースト2位、うん、四死球多すぎ。そうですね。もう全体的に阪神も四死球めっちゃ少なかったですもんね。うん、めちゃくちゃ多い、うん、で、失点507、うん、だからその自責点とは25しか変わらないから、まあ、エラーしてないからね、うん、やっぱそこはやっぱりその失点と自責点の差は少ないよね、うん、で無駄なランナー出しすぎ感ありますね、うん、でクオリティスタート率 55.24% は2位、うんうん、で援護率 3.35 は4位、うん、っていうねところで、はい、もう理由は明白だね、はい、リリーフが悪すぎるな。リリーフですね。尋常じゃないぐらい悪い、うん、3.83 だもん、はい、まあ、先発はね、まあ、戸郷がね、もう今も戸郷がエースだよね。エースですね、正直ね、うん、で戸郷が24試合登板12勝5敗、 2.38、はい、ね、タイトルを争いして、うん、で山崎よりがね今年良かったから、はい、まあ、怪我でね、うん、あったけどもドラフト2位で取って、うん、そこをねきっかり治療して、うん、で23試合登板10勝5敗 2.72 で、うん、もう山崎よりがこの準ずる感じだよね、はい、その戸郷にね。そうですね、2桁いきましたからね、うん、でまあ、グリフィンはあの契約継続だから、うん、まあ、20試合投げて6勝5敗 2.75、まあ、試合はね、うん、十分、作ってるっていうところもあるし、うん、赤星が12試合で5勝5敗 3.39、うん、まああのね、アジちゃんの日本代表でもいいピッチングしたし、うん、終盤めちゃくちゃ良くなってきたからね、はい、だからそういったところではこのままの、ね、流れをオフもしっかりトレーニングして、うん、来季に向けてはこれを続けてもらいたいっていうね、はい、うん、楽しみですね、うん、で、あとは横川 3.95 4勝8敗20試合登板、はい、だからここら辺がもうちょっとね、うん、成長してくれればいいかなっていうところもあるけども、メンデスも残留でね、うん、16試合登板5勝5敗 2.07 っていうね、はい、ところで、まあ先発はいい感じでなってきてるし、で今年まだね西舘君ね、はい、主要から取ってくるから、まあ前行くか後ろ行くかちょっと分かんないけども、はい、まあ先発は揃いつつあるよね、うん、ちょっとずつね、はい、いい感じで、うん、
問題はリリーフよ、はい、大勢いなくなったら痛かったな今年。いやだそれが相当ですよ。大勢が27試合しか登板してないから約半分しか登板してないもんな、はい、これでまた後ろがバタついたからな、中川が後ろ行ったりね、いろんなところもあったっていうところで、あとバルドナード残留、21試合登板で2勝1敗 1.69 結構抑えたよな、ね、しっかり何気にね、で中川が44試合登板 2.08、ね、で鈴木康平、計鈴木ね、33試合登板 6.59、まあ、投げたけどちょっと防御率悪いよな、で鍵は13試合 3.18、あとは高梨55試合登板、高梨 4.19 ちょっと防御率悪かったよな。そうですね、正直、で船場様は36試合登板 2.70 ルーキーね、やっぱりリリーフかー、ね、で菊池50試合登板 3.40、はい、だからやっぱ防御率高いもんな比較的、みんなね、だから俺はない、ね、やっぱりリリーフ改善しなきゃいけないや、はい、ウルトラシー考えて、ウルトラシー、本人に納得するかどうか知んないよ。もう何ですか、菅野をリリーフに、あーなくはないですね、本人はあれかもしれないですよね、だから本人は納得するかどうか知んないよ、はい、でもちょっと前はいい若いやつが、まあ、外国人もいい若いやつも出てきて、ってなった時に、はい、リリーフ改善しなきゃいけないわけ、はい、ってなった時に、まあ、今年ね戦力外になったところでね、高橋で、はい、泉とかね、あとあの現役ドラフトで馬場、はい、ね、馬場投手結構大きいんじゃないですか、大きいと思う、いい感じで ねっていうところも取ってきてる、はい、であとはオリックスから、近藤選手か、ね、だからリリーフを厚めにしようと思ってね、取ってきてるっていうのもあるけども、はい、ウルトラシーは、俺菅野のリリーフ、あーなるほど、菅野8回、はい、9回大勢だから菅野投手か、どうウルトラシー、それこそ守護神菅野とかでもね、多分一発の力はあると思うんだよ、はい、8回大勢、9回菅野でも俺は面白いと思う、それでもなんかいいね、あれですね、見応えのある後ろになりますね、でそこの前に、中川とか、トレードとかね、戦力外から取った選手だったりとか、今村とか高梨とか、泉ね、そこら辺をグーッと集めてなんとかいくっていうね、あと平内とかね、馬場投手ね、勝利の方程式入りそうなね、でそこら辺をガチッと、はい、どう菅野守護神、ありですね、いや俺は本人、あと本人次第だけどね、はい、俺はもうワンチャンその、リリーフを一番改善しなきゃいけないじゃん、はい、で野手で言うと多分キャッチャー大城、ファースト岡本、でセカンドが吉川、はい、でサードが、坂本、でショートが門脇、はい、外野が、まあ、誰かだね、いる人たちのね、はい、外国人取ってくるかなね、外野ね、こっから、はい、あとはそのね丸とか海谷とかのベテランを追いやらなきゃいけないからね、はい、若手の突き上げでね、はい、ハッキーローとかね、またオコエとかね、はい、あの頑張っていってね、であとは外野だと浅野ね、あー楽しみですね、とかあと岡田とかね、萩尾とかの若手の突き上げね、はい、が、まあ、どこまでできるかっていうところもあるけども、だから、結構、まあ、打線はイメージできるんだよね、結構確かに野手陣も年齢層高いですね、そう、いやでもこう野手陣も、ね、でもまあリリーフなんだよ、リリーフ、はい、そうですね、だから、どうですかジャイアンツファンの皆さん、菅野抑え、いやいいんじゃないですか、そういう、実績ある人が後ろに回ってて、また新たにセーブを積み重ねていくっていう、しかもそこが改善点だからね、はい、NTS 方程式、中川大成菅野 NTS JFK 的な、NTS ちょっと言いにくいけどな、 NTS ね、 NTS、俺は面白いと思うけど、ちょっとファンの人、俺が勝手に言ってるだけだからね、ちょっとファンの人の声聞こう、そうですね、主が、これ中川大成菅野の方程式どうですかっていう、それからこういい方程式ちょっと教えてくださいっていうね、教えてほしいよね、もう来季はこれがいいんじゃないかっていうね、そうだね、はい、で、あのバルドナードがいろんなとこで投げるっていう、はい、船場様高梨ワンポイント、はい、馬場ね、高橋レートが来ますしね、で、馬場ちゃんね、はい、で、そこら辺は休養も含みながらリリーフローテーション組んで、そこら辺ちょっとね、ジャイアンツファンの皆さん、菅野守護神どうですか、はい